ピーター・パーカーのもう一つの側面、それがスパイダーマンだ。超人的な力や身のこなしに加えて、壁に張り付きウェブを自在に操るスパイダーマンこそ、まさしくスーパーヒーローだ。やったぞ、やったぞ、ゴールデン。やったぞ。ピーター・パーカーは柔和で頭脳明晰だが、時々神経質になるようだ。さて、仕事を続けるべきだな。さて、仕事を続けるべきだな。フェリシア・ハーディこそがブラック・キャット。スパイダーマンの秘密の正体を知る数少ない友人のうちの一人だ。スパイダーマン、会えてよかったわ。改心したオットー・オクタビアス博士は、人類のためその科学知識を活用している。ブロックはパーカーのフォトジャーナリストとしてのライバルだ。パーカーの報道姿勢が気に入らない。そんな彼はベノムと共生している。彼はあまり友好的ではないようだ。犯罪は割に合わないということを知らないのか。スパイダーマンが相手ならなおさらだ。JJ はビューグル新聞社でのピーターのボスだ。残念なことに彼の人生目的はスパイダーマンがヒーローではなく世界の脅威だということを証明することだ。スパイダーマンだと？俺は警察を呼べと言ったのに。スパイダーマン最大の敵の一人スコーピオンはスパイダーマンを嫌っている。だがそれ以上に彼をこんな化け物にしてしまった JJ を嫌っているのだ。ヨナ、貴様を助けに来る奴はいないぞ。若い頃事故に遭い失明したマット・マードックにはズバ抜けた超絶知覚があり、ヘルズ・キッチンとして知られるニューヨークの犯罪検挙に大いに役立てている。こいつはニューヨークの警官だ。ニューヨークの特殊部隊だ。ポリマー製スーツが桁外れのパワーとタフネスをライノに与えている。物理的に傷つけることは不可能に近い。こいつは要注意の危険人物だ。叩き潰してやる、叩き潰してやる。ジョニー・ストーム、またの名をヒューマントーチ。ファンタスティック4のメンバーでスパイダーマンの親友だ。ベノムはいつだってスパイダーマンの敵に回る。完全な悪党ではないが、嫌いなスパイダーマンの邪魔ばかりしている。なーに、どうせすぐ見失うんだ。我慢できないんならキッチンから出ろよ、パーカー。なーに、どうせすぐ見失うんだ。リザードの実験の残りカス。そのくせ強力かつ凶悪。注意が必要だ。邪悪な実験から誕生したリザードだ。ああ、メリー・ジェーン、ピーター・パーカーの愛する妻。強制体。とても邪悪なこいつらはある一箇所から発生しているようだ。
クエンティン・ベックこそがミステリオ。彼は幻覚を自在に操ることができる。これでは勝負にならん。これでは勝負にならん。政府や警官など当てにはできない。フランク・キャッスルはパニッシャーとなり世界の悪と戦っている。この陰謀の黒幕、改心などしていないドクオック。私に勝つなどできんぞ、スパイダーマン。君、ベノムから発生し、この陰謀の黒幕、改心な、ベノムから発生した強制体と凶悪殺人犯クレタス・キャサディの融合した姿こそカーネージ。最悪に危険な悪党だ。てめえの血は何色だ。見るからにおぞましく強力な強制体、ドクター・オクトパス。アベンジャーのキャプテン・アメリカは典型的なヒーローだ。